はい、こんにちは、翔です。で、僕の経歴なんですけれども、2013年に某証券会社に入社して、その後ですね、いくつもの社長賞を受賞し、準 MVP を獲得しています。で、米国株決算情報サイトも運営しておりまして、あとはマネーの達人にて、証券記事も投稿しています。で、このチャンネルではですね、僕が何億もの資産を運用して実際に得た経験であったり知識っていうのを皆さんにシェアできたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、今回の内容は皆さん気になるところだと思うんですけども、銘柄選別時にまず初めに確認しなければいけないこと、あとはですね、動画の最後の方に今回の内容を踏まえた具体的な投資戦略、僕が実際に実践してみて勝率が高かったものを皆さんにご案内できたらと思っておりますので、よろしければ最後までご視聴ください。で、銘柄選別時のポイントって、高決算であったりとか好材料、あとはテクニカル分析的に安いからとか、いろいろとあると思うんですけれども、僕は最初そこはあまり見ていません。で、僕が一番重要視しているのは、機関投資家とか海外投資家がどういった場面で売買を仕掛けてくるかってところです。で、皆さんにもしっかりとこのイメージは押さえておいてほしいんですけども、このマーケットを作っているのは機関投資家とか海外投資家、あとは一部の資金が潤沢にある大口投資家なんですよね。で、彼らの思惑と反対の方向に行ってしまうと、必ずと言っていいほどやられる可能性が高くなるので、やっぱりそこはですね、一番最初に押さえておかなければいけないポイントだと思っています。じゃあ実際に大口投資家がですね、売買を仕掛けるタイミングっていうのはどういったところなのかっていうと、需給が片方に大きく偏った時ですね。買いが一方的に増えているようならば、それを崩すために売り仕掛けますし、逆に売りが増えているようならば、買い仕掛けてそれを潰すような形で動いてきます。要は出る杭は打たれるということなんですけれども、需給の偏りが大きければ大きいほど、それを叩き潰した時の市場の変動率って大きくなるんですよね。で、そういった時に機関投資家っていうのは稼ぎに来ますので、そこは注意しなければいけないポイントだと思っています。じゃあ実際に彼らがどういったところを重要視してからそういった売り仕掛けを仕掛けてくるのかっていう話になるんですけれども、ターゲットにされているのは信用取引をしている人たちです。で、信用取引っていうのは何なのかっていうと、証券会社に預けている現金または有価証券の一定割合を担保に約3倍ですね、資金を入れることなく売買をすることができる取引手法のことを言います。で、この信用取引には売買してから無期限で保有することができる一般信用取引と、半年後には必ず決済しないといけない制度信用取引の2種類があるんですよね。で、機関投資家がメインターゲットにしているのが半年期日の制度信用の方です。それはなぜかというと、一般信用取引で持っている人は無期限で株を保有することができるので、現物を持っているような感覚で取引している傾向があるんですよ。なので損をしたとしても簡単には売らないんですよね。で、制度信用の場合は半年後には必ず決済しないといけないので、つまり買ったものは半年後に売らなければいけないですし、空売りしたものは買い戻さなければいけないので、損失をかなり恐れているんですよ。で、機関投資家っていうのは不安心理を煽って利益を取りに来るので、制度信用取引っていうのは絶好のターゲットになってしまうんですよね。で、僕の過去の経験則から言っても、この制度信用取引の需給が悪化している銘柄に投資して成功したことってほぼほぼないので、ここはですね、かなり気をつけなくちゃいけないところだと思っています。じゃあ実際にこの制度信用の需給っていうところ、どうやって確認できるのかっていうところなんですけれども、ポイントとなるのが信用倍率ですね。で、信用倍率っていうのは何なのかっていうと、要は信用改ざん割ることの信用売り算で求めることができます。要は信用取引で買ってる人が売ってる人の何倍いるかっていうのを表す指標ですね。で、この信用倍率が1倍の状態っていうのは、売りと買いが均衡している状態なので需給的に安定してるんですけれども、これが2倍、3倍、5倍、10倍ってなっていくと需給が悪化するので、要は将来的に売り圧力が強くなってしまうんですよ。じゃあ実際に信用倍率が高い銘柄に投資した場合どうなるかっていうのをちょっとお見せしたいんですけれども、で、このチャートは2019年のラウンド1の冷やしチャートになるんですけれども、この年の7月にですね、ラウンド11300円台の安値つけまして、その後1700円台まで上昇してます。で、その後10月過ぎあたりにですね、1400円台まで下落してて、通常だったらですね、7月の安値近辺で日柄調整してるので、ここで買いたいタイミングなんですけれども、先ほどの信用倍率を見てみると、信用倍率がですね、8倍まで高まってるんですよ。で、こうなってしまうと、先ほど言った通り制度信用で買ってる人っていうのは上がったらすぐに売って利益を確保しに来ますので、なかなか上に行きづらくなっちゃうんですよね。
で、その後どうなったかっていうと、決算が発表されたんですけれども、この中身が非常に悪かったので、株価が1100円台まで急落してるんですよ。で、これが信用倍率が高い銘柄に投資するデメリットの2つ目なんですけれども、要はですね、制度信用で買ってる人っていうのは先ほど言った通り、損失を恐れるので、お衣装になったりすることをですね。なので、損失が拡大する前にロスカットするんですよ。で、信用倍率が高い銘柄っていうのはそれが顕著に現れてきて、売りが売りを呼ぶ形になって株価が急落する可能性が非常に高くなってしまうんですよね。なので信用倍率が高い銘柄に投資するっていうのはかなりのリスクを僕ははらんでると思っていますので、皆さんにはここは必ず確認しておいていただきたいと思います。で、株価は1100円台まで急落したので買いたいタイミングだと思うんですけれども、ここでまた信用倍率を見てもらうと倍率が20倍以上に跳ね上がってるんですよ。で、僕の経験上、信用倍率がこれだけ高まってしまうと、需給が改善されるまではですね、もう株価は上がらないですね。なので、銘柄選別時には、まずはじめにこの信用倍率が高い状態にあるかどうかっていうのを確認してあげてください。で、この信用倍率が高かったら投資しない。で、信用倍率が低い状態で安定してるんだったら、投資対象になり得ますので、あとはその後に、決算であったりとか材料、あとはテクニカル分析を駆使して投資のタイミングを測ってあげたら、うまくですね、銘柄の方を選別してあげれるんじゃないかなって思います。で、ここまではですね、銘柄選別時のポイントを初めに確認しなければいけないことについてお話ししてきたんですけれども、ここからはですね、具体的な信用倍率を用いた投資戦略ですね、僕が実際に行ってきて、僕の場合は勝率 100% だったっていうものをご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。で、これまでは信用倍率が高い銘柄に投資する際のデメリット、リスクについて解説してきたと思うんですけれども、次に紹介したいのが信用倍率が1倍を下回っている銘柄ですね。で、信用倍率が1倍を下回っている銘柄っていうのは何なのかっていうと、要は信用取引で買ってる人よりも売ってる人が多い状態ですね。なので将来的に買い戻しが入る可能性が高いので、株価が上昇する可能性があるんですよ。で、僕が重要視しているポイントっていうのが3つあるんですけれども、まずはじめに信用倍率が1倍を下回っている銘柄ということですね。で、第2に高値から半年経ってるってこと。要は制度信用取引で買ってるってことは、半年後に必ず売買をしないといけないので、高値から半年後に安値を更新している銘柄っていうのは投資対象になります。で、最後に貸し株注意喚起が入ってる銘柄ってことですね。で、最後のこの貸し株注意喚起っていうのがポイントなんですけれども、要は貸し株注意喚起っていうのは何なのかっていうと、信用取引で空売りしてる人たちっていうのはないものを空売りしてるので、どこかから株を借りなければいけないんですよ。で、借りてる元っていうのは日証金っていうところなんですけれども、要は日証金が抱えてる株の在庫っていうのも無限じゃないんですよね、有限なんですよ。で、空売りしてる人たちが非常に多くなってくると、日証券にある在庫が少なくなってしまうので、在庫が少なくなってきますよっていうものを注意喚起するために、市場に貸し株注意喚起っていうアナウンスを流すんですよね。で、貸し株注意喚起がついている銘柄の特徴なんですけれども、まず第一に、これ以上空売りが進む可能性が低いということですね。要は在庫がそもそもないので、そもそも売るための玉がないということです。で、第二に、在庫が少なくなっているということは品貸し料っていうのがついている可能性が高いです。で、品貸し料というのは何なのかっていうと、要は信用取引で空売りしている人たちっていうのは日証金から株を借りてるわけですよね。で、在庫が少なくなってくるとレンタル料が発生するんですよ、追加で。で、そのレンタル料っていうのは、空売りをしている人たちっていうのは買ってる人たちに払わないといけないので、要は追加でコストがかかっているような状態になってくるんですよ。在庫が極端に少なくなってくると、この品貸し料っていうのはすごい多くなってくるので、空売りをしている人たちにとっては負担が増すことになるんですよね。で、品貸し量が継続して発生してくると、空売りしている人たちにとってはコストが増すことになりますので、近い将来買い戻してくる可能性が高くなってくるんですよ。なので、品貸し量っていうところも非常に重要なポイントになってきます。ただですね、品貸し量がいくら発生しているのかっていうのをいちいち個別銘柄ごとに確認していくとかなり時間がかかってしまうので、それを省略するためにも貸し株注意喚起銘柄っていうのを探してあげた方が僕は効率がいいと思っています。で、今のポイントを踏まえて実際に僕が投資してみて買ったパターンですね、それを具体例を用いて紹介していきたいと思うんですけれども、で、このチャートは2018年から2019年のソースネクストの冷やしチャートなんですけれども、18年の10月24日に
高値772円つけてるんですよ。でそこから約半年後の4月の5日に423円安値つけてるんですけれども、僕はこの4月の段階でエントリーしてます。でこの時の状況なんですけれども、信用取引の倍率はもちろん1倍を下回ってるという状態で、かつ高値の10月24日から半年経過している。あとはですね、先ほど言った通り貸し株注意喚起が点灯していたので結構勝率が高くなってたんですよ。でその後どうなったかっていうと、約1ヶ月後の5月の9日に高値541円まで上がりまして、株価はこの間 28% 急上昇してるんですよね。なのでこの信用倍率の需給のですねタイミング、さっき言ったポイントっていうところを押さえると、効率よく高確率で収益っていうのを叩ける可能性があります。でこのパターンにうまく当てはまった銘柄に投資した時の勝率っていうのは僕の場合 100% なんですけれども、ただ僕の場合はいろいろと経験であったりとか知識とか持ってて、他にテクニカル分析とか相場の状況とかもしっかりと把握することができたっていうこともやはり背景にはありますので、必ずしも 100% の勝率じゃないっていうことだけは押さえておいていただきたいと思います。あくまでも勝てる可能性が非常に高いということですね。で何度もですねお伝えするんですけれども、さっき言った3つのポイントですね、信用倍率が1倍を下回っている、高値から半年が経過している、貸し株注意喚起が点灯している、この3つのポイントを押さえて銘柄選別してあげるということが非常に重要になりますので、これはですね必ず押さえておいていただいて、積極的に投資の方に応用していただきたいと思っています。はい、では今回はですね、僕が銘柄を選別する際にまず初めに確認するポイント、需給関係というところと、あとは信用倍率を用いた具体的な投資戦略ですね、結構角度の高いものをご紹介させていただいたんじゃないかなって思っています。でこれからもですね、僕が今まで得てきた経験であったり知識、あとは勝ちパターンですね、こういったパターンの時に投資したら勝つことができたよっていうものを皆さんにご紹介できたらと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。